い、カタサンバ始まりました。今回のカタサンバはですね、石川県野々市市やってきております。だからとりあえず2011年の11月11日に石川県の11番目の市になったということで、野々市の1はそうなんですね。1なんですね。行ってみましょうか。なんか住みやすそうだね、この町も。はい、ここがね、にぎわいの里、野々市上井野。どうやらこの辺が一番栄えてたらしいですよ、あの昔。なんか例えば大きい道がね、2本で交わるところなんで、一番こう、深いな、宿場町みたいな感じで、多分こう旅先、遠出するときに昔の人がここに泊まってたんじゃないでしょうかね、集団でね。これ、布市神社っていうところなんです。野々市の地名の由来になったと言われていますね。野々市が野々市になったと、野々市にする必要があったのかどうか分かりませんけどね。野々市市でいいんだけどね。なんかあったんでしょうね、野々市に来たかった自分が。これこうやって見る、はい、昨日ねちょっと出会わせてもらった方がいてですね、上野金一さんっていう方なんです。その方は社長さんで、ここのもりもり寿司のね、社長さんなんですけど、ここが本店ということで、野々市に本店がありまして、結構ね、名古屋の新玉橋だったりとか、本当に京都とかもいろんな本当全国に展開しているということで、はい、ここで野々市駅っていうね駅なんですけどね、結構ねあれちっちゃいなみたいな感じなんですけど、時刻表を見たらもうねすぐ隣、押しのかな、わかんない、そのもう2個隣が金沢なんですね。なんでこれベッドタウンになってて、もう金沢で、ね、働く人がほとんどっていうことで、でまあなんかこう茨城はつくば市みたいな感じですかね。はい、ということで野々市市散歩させていただきました。もうね駅前にはね新築のアパートですかね、これ結構建ってて、家もねかなりもう敷き詰められるように建ってますね。本当にベッドタウンって感じの街でしたね。気持ちよかったです。